現役大学生が独立リーグにやってきた。どうも塚本です。本日は登板数チーム1のピッチャーを紹介します。そのピッチャーとは深沢康平投手。深沢投手は山梨県の強豪山梨学院高校出身。山梨学院大学に進むも大学野球はせず、社会人野球のクラブチームでプレーをしておりました。今年大学4年生ながらワイラップに入団。現役大学生プロとして活躍中なんです。入団前はマックス142キロだったのですが、開幕直後、公式戦のマウンドで早くもマックス更新。成長著しい22歳です。現在はリリーフとしてリードの場面、ビハインドの場面、同点の場面、どこでも任され、10試合中6試合に登板するというタフネスワンでございます。それではそんな深沢のブルペン映像です。まずは開幕直後に自己最速を更新したマックス145キロのストレート。上背はないものの全身をダイナミックに使う独特のフォームから力強く投げ込んでおります。ヤクルト小川投手のようなタイプ。荒削りな部分もあり、癖玉も持ち味。ここから深沢の全球種一挙に紹介します。まずは最大の武器ともいえるこのカーブ。平均球速が100キロ程度ということなので、ストレートとの球速差が40キロ。ストレートの映像と重ねてみます。ストレートと同じ腕の振りから一度上に浮くような軌道、そしてここから縦変化。目線が浮いてバッターからは厄介なボール。ストレートの映像と重ねてみます。途中まで同じ軌道で急激に落ちる、これは振っちゃいますね。最後は渾身のまっすぐ。変化球の握りを聞いてみました。これがまっすぐです。まっすぐ、はい、狭めで、この方が力が伝わりやすいんで、とにかくここに伝えれるように、はじくような感じ。はじく、まあそうですね、はじく感じで、カーブはこうです。あ、そうなの。え、これ耳かかってる？あ、人差し指かかってる。人差し指ですね。そのまた入れる感じなんや。はい、なんかあんまくっつけると難しくなるんで、自分の中で抜くって感じです。抜く？はい。回転をかける感じではなくて、回転はかけますけど、上に縦のカーブなんで、うん、そうやね。上に深沢のカーブ一旦上にポンって浮く感じするわね。浮いてでドーン。ああ、なんか誰かに教わったとかある？いや、特に教わってないですけど、投げていく感じで、この横のカーブより縦のカーブの方が投げやすかったんで、フォーシームの逆のこっちので、ほぼまっすぐぐらいで若干ずらすって感じですね。へえ、はい、浜田さんに教えてもらったんですけど。あ、そうなの、はい、じゃあこっち来てから握りこれは変えました、変えた、はい、フォーシームでちょっとずらしてたんですけど。ああ、縫い目が1目、はい、もう同じところでずらしてたんですけど、はい、4分の1回して、はい、
この滑らないようにっていうこの向きが V 字の向きね。はい、はあ、そこを教わりました。皆さんお分かりでしょうか。この違い、縫い目の向きでかかり具合が変わるそうです。とっても繊細な感覚。まっすぐと変わらないように投げるのを意識してます。フォークですね。フォークはこんな感じ。おー、はい、結構がっつりいく感じなの。はい、縫い目にもかかってる。縫い目かかってますね。最初こっちでやってたんですけど、おこれより縫い目にがあった方がかかりやすいっていうのがあったんで、まっすぐと同じように腕を振るのが大事だと思ってるんで、うん、はい、変に抜いたりとかそういうのはないです。フォームで意識してることとかある？意識していることはしっかり立つことです。しっかり立つこと。立って、はい、投げるときは本当にそこしか意識してない。ちょっと左手の使い方が独特っていうか、はい、結構上がるよね、はい、ああいう投げ方はもう昔から。昔からですね。そうしたっていうわけではなく自然になりました。直せとか言われたことある？直せはないですね。あんま手をつけられなかったです。まだ大学生ということで。ああ、はい、忘れてました忘れてた、はい、在学中なんやね。在学中です。大学生しながら今野球選手をやってるという、はいはい、学校は行かなくていいんですか？そうですね。あ、行かなくていいんやね、はい、あの単位も取って、はい、普通の一応あります。それも進めてるの？いや、まだですね。まだ手はつけてない、はい、まあ、シーズン終わってからとか。終わってからも時間あるんで、あ、そこで周りの友達とか就職活動とかしてない？もう終わってる人もいますね。あ、公務員がまだ終わってないんですけど、うんうんうん、他の民間企業は終わってたりします。その大学4年の時の、その就職活動するってなったら、うん、その1年間が無駄になっちゃうなって、この野球の道って考えた時に無駄になってしまうなって思ったんで、うん、一般就職を捨て野球の道にかけた深沢、今後の成長が楽しみな選手の一人です。今日は、はい、スーツなんですけど。おお、スーツ。今日どうしたんですか？なんかかしこまってしまって。ちょっと見てもらえますか？はい、特別会議室に。特別会議室、これどこですか今日は？では、ただいま福井県庁の方に来ております。県庁に、あ、なんかそれでスーツなんですね。今日はですね、はい、我が福井ワイドラプターズが県からお墨付きをいただいたということで、そのお墨付きをいただく会というのがあるらしくてですね、社長と筒井が今行ってますんで、ちょっと行ってみますか。行ってみますか。中覗くだけです。ちょっとだけね。ちょっと静かにね。ちょっと見てください、中。スタメンの時より緊張します。試合の時より緊張します。こうつつ今回福井県庁に来たのは、我々福井ワイルドラプターズが福井県民応援チームとして、福井県内のスポーツ文化や県民の一体感の醸成、全国に向けて福井県の PR を行うことを県から任されたということで、代表として鉄平社長と筒井がその委嘱式に出席しているのです。ワイラプの他にも陸上ホッケーの福井クラブさん、女子フットサルの福井丸岡ラックさん、ハンドボールの北陸電力ブルーサンダーさん、サッカーの福井ユナイテッド FC さんなどが出席されておりました。報道陣もたくさん来ておりました。福井ワイルドラプターズです。この度は福井県民応援チームとして委嘱していただきありがとうございます。私たち福井ワイルドラプターズはチームとしてはリーグ優勝を目指し、その一方で YouTube を通して福井県民の方はもちろんなんですが、福井県外の方に向けて、福井の魅力というものを発信していきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。いいですね、ああやってあんな絶対明日新聞載るじゃないですか。新聞載るね。
ニュースも乗るでしょ。乗るね、夕方のニュースとかですから。あの夕方のニュース見てる人、うん、あの僕ここにいたんだぞっていうのだけでも分かっていただいたら幸いですけどね。いいですね。僕もニュースで出なかったですね。残念です。まあ、でもそれよりやっぱバディラブ TV の皆様とこうやってわずかの動画を見ていただくだけで私は幸せですので、うん、ありがとうございます。ということで、はい、本日は、筒井選手がこれをもらいに決勝に決めたという話でございました。はい、福井、まあ、県民の方はもちろんですけど、県外の方にどんどん発信していこうっていう知事からの言葉もあったので、知事県知事、県知事。チャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ワイラップ、新たなクラウドファンディングを実施します。今回は球団マスコットの着ぐるみ、ぜひご支援ください。